今はですね、リーガルユーズオフハンズですね、ウィッチャーラグビーではですね、相手が持っているボールに、ボールをカットするためにボールを触ることを許されているんですが、体に触ることは一切許されていないんですね。なので今、10番のですね、テイ・キュアン選手が、相手の体に触ったということで、リーガル、ファールを取られてしまいました。で、ファールを取られてしまうと、今、選手がいる青いエリアがあるんですけども、ペナルティーボックスというボックスがあります。その中に1分間もしくは相手チームがワンゴールを決めるまで滞在しなければならなくなってしまいます。さあ、ここはラストボールのキャッチをしたことはできませんでした。ちょっと硬さが見れるかもしれないですね。まあ、朝一番の試合ということもあるので、まだ体が温まっていないような感じも見えますね。韓国はここまで初日、2日目と同時で戦いまして4敗です。さあ、ニュージーランドがこのリスタートのボールを取って、外野、アマイがゴールを決めています。黄色のゴールポスト2本入りますが、この間隔は8メーターということですね。そうですね、8メーターです。このゴールポストで、そして得点が得られるということになります。1対1の同点です。そして開幕会にはタイムカウントプレーが始まりまして、今794を進めますが、その第1ピリオドの6分間です。8分間のピリオドを4つ戦って第1試合です。そして6球というカウンターが今ダウンを決めていきました。これが各チームが攻撃を始めたら60秒以内に攻撃にゴールを期待できないカウンターですね。そうですね、40秒ルールというのがあるので、40秒以内にゴールを決めるということが決められています。そうね、あのカウンターがゼロになった瞬間に、ブザーが鳴って、まだゴールができていなければハードオーバー、相手のゴールになってしまいます。そして攻撃を開始したから今、チームのゴールからボールを持ち出して相手陣に入っていく。フロントバックボードからフロントコードに入るまでに10秒以内に入らなくてはいけないというルールになります。今はその前に12秒以内に相手陣に入ろうとしたんですが、ボールが敵陣に入りました。13番のニュージーランドダンバキンガー選手の長い手を生かしたパスアップですね。はい、ニュージーランド最初のパスミスがあってちょっとバタついたんですけども、ニュージーランドなりにこう修正をしてきて、この今、ランキング的にやはり韓国の方がこう下というか、ニュージーランドの方が上手なので、その上手技術とコンビネーションを生かしたディフェンスでこの時間ターンオーバー2つ3つ取ってますね。韓国としても13番のファン選手しっかりとボールを集めて、もしくは9番のバク選手にボールを集めて、しっかりとボールを運んで局面打開していってもらいたいですね。はい、さあ、ここは僕がパスを出して一旦ボールを前の方向に落ちました。激しいサークル確認です。ここから攻撃を仕掛けられるか、ちょっと待って、1番のジョリーが壁を作りまして、ゴールコースを作りました。2対4となっています。そして各選手はこの10分内に4分しか発送しなくてはいけないというルールがありますね。そうですね、必ずその10秒以内にパスもしくはドリブルをしないといけないということで、もうほぼ足りないわけではないですね。10秒に関しては、経過する前に体が反応するぐらいこのレベルの選手はですね、時間感覚というのを持っているかもしれません。さあ、長いドリブルが止まりました。タックルを受けながらも盗塁です。バイスキャプテン、キャプテンの9番9番、パク選手が
まあ、ボールと関係ないところで転倒してしまったんですけども、まあ、危険じゃないという判断でボールスコアするまでレフェリーがゲーム止めませんでした。はい、激しいタックル、ダブルタックルで止めています。そしてバイトに来てゴールコースを探しています。キックコースが出ました。バイトに来てゴールです。ニュージーランドチームの得点、バッキートコ選手、ここはいけるかな。プレッシャーを受けながらもゴールです。13番の男子選手入っていけなくなんですけど、アテネのオリンピックパラリンピックの金メダルみたいな安定感のパスをさばけて、自分でランニングもできて、キープ力もあって、でポストもできるオールラウンダーですよね。はい、右側のこの人中心に、そして7番の女性のバイエ選手もスピードがある選手なので、男子選手が止まるとバイエ選手がフリーになる、逆もしっかりなので、右側はしっかりコートを一人使ってくると思いますし、オフェンスはしっかりとボールをまずフロントコートに持っていくっていうことが大事になると思います。でディフェンスも少しニュージーランドのテクニカルな部分が出ているので、まあ、この場面韓国はしっかりとコート広くパスもさばいてでもしっかりとボールを前に持っていきたいですね。はい、今このバックコートからフロントコートに行く中で12秒以上これはかかってしまうという恐れからタイムアウトを取ったんですね。そうですね、選手はですね、1ゲームに4回タイムアウトをコールすることができます。でこのタイムアウトをコールして、しっかり認められれば、そちらも止めらす時間であったりとか、あとはですね、その場でゲームが止められますので、まあ、ピンチな状況を、打開する一つの、まあ、テクニックというかですね、方法としてもタイムアウトを取っていきます。さあ、そのタイムアウトからまた12分の2相手に入ってきました。ここで囲まれています。
この3点が、巻き込んだというですね、障害の重い選手も軽い選手も、出場権を得ることができるルールになっています。今タックルを受けて各国の選手がゴールポストに触れてしまいました。ボールポタは、ね、ドラインを押し出されるような危険性があったので、はい、タイムアウトで起点を回避しましたね。タイムアウトになりました、はい、7番のマヤ選手のディフェンスが上手なので、10番のアンテニュー選手がもう本当にライン際まで追い込まれるようなプレーというかオフェンスがこう3つぐらい続いてしまっているので、まあ、韓国としてはこのラインナップでいうと13番のパン選手 3.0 というクラスなので、パン選手もしくは9番のパク選手 2.0 にボールを集めて、でボールを動かして踏み戦いしたいですね。さあしっかりニュージーランドはディフェンスアンマークで各選手をマークしてパスのドリブルを出しています。さあここは選手が踏まれてパスを伝えますが、どこで送っていけるかどうか、ロックパスが通った。さあ入っていけるか、入っていった。ここはマイア選手の駆け足、マッチアップ、ボールが入っている、ライン際ですがボールを送っていく、このパスが通ればゴールが生まれる、ゴールが生まれます。粘りました韓国。そして文章選手はですね 1.0 ということで、障害の重いクラスの選手なんですけども、はい、障害の重いクラスの選手もああやってですねゴールを狙っていって最後のパスを取ってゴールするというチームも、当然生まれています。おお、激しく使ってきました。25歳のトラブルスに対して16歳のウーチョルカムが激しくタックルに行ったんですが、ゴールを決めていきましたニュージーランド。じゃあ韓国もこういう形でパスをつないでスペースを広く使えればスピードも生かしているところなので、こういうオフェンスを繰り返していってほしいですね。ニュージーランドは今大会ここまで初日昨日と合わせて4戦し1勝3敗です。すでに昨日この韓国とは一戦を行っていまして、64対31でニュージーランドがこの韓国に勝っています。アバイ選手がうまく味方チームによって作られたスペースに車椅子を走らせました。ゴールインです。長いボールちょっと乱れた。そうですね、キューバのパク選手に有観客にも多くの障害が残っているようなクラス2なので、パスの精度というのもやはりこう精度が出ない、出にくいような選手なので、はい、まあ、ロングパスというか近くのパスをしっかりつないでいきたい選手ですね。今この試合中に皆さんのオピニオンシューという音が聞こえたでしょうか。タイヤがパックした選手がいるかもしれません。そうですね、10番のボブ・フィミット選手です、はい、まあ、タックルこれだけ激しいので、タイヤもですね自転車のチューブと同じ構造なんですね。なので、パックというのがもうチュチュ、この試合でも起きると思うんですが、そういったパックがあった場合は、レフェリーに対してイクイプメントというコールを選手が、行います。はい、でこのイクイプメントが認められると1分間、車椅子を補修する時間が与えられます。はい、でこの1分以内に、スタッフがですね駆けつけて、車椅子を、補修していくんですが、まあ、タイヤのパックの場合であれば予備のタイヤをですね選手は大体2本は必ず持っているんですけども、そのうちの1本を交換していきます。でスタッフはですねこの後、パンクしてしまったタイヤをその場で修理をして、また次パンクがあった時に、交換までついてしまっています。まあ、この会場内を見ていただきますとタイヤ、まあね、これからパンクしないよ直そうという部分も見ていただけると思います。でこうやってスタッフがですね、はい、すでにバックアップをしてくれていないと、で選手がですねすぐにこのタイヤを修理するということはなかなか難しいので、こういったスタッフの、力というのもチームにとって非常に大切になります。ということはミッチェルラグビーはコート上のその4人の選手、さらに2回の選手、さらにチームスタッフで一丸となって戦っているということになりますね。そうですね、やはりその役割分担ではないですけれども、各、ポジションで、必要なことをみんなで行っていく、でなければ強いチームを作れない、そういったところもミッチェルラグビーの面白さだと思います。はい、この第1ピリオド残り時間は1分29秒になりました。各ピリオド8分第4ピリオドまで戦います。現在第1ピリオド韓国ニュージーランドのゲーム対決、
さあ、まだフロントボールをちょっと深いところに決まっていますか。ジャンボールですね。相手の保持しているボールを抑え込む、もしくはこうどちらのボールでもないという判断をレフェリーが出すと、はい、まあ、ジャンボールですね。所有権というのは真ん中にあるオフテルブロシャルの赤い矢印の、進行方向に攻撃しているチームが次ボールを所有権が得ることができるということで、まあ、これは交互にヘルドボールがあったり、次のピリオドが始まったりすると交互に変わっていきますね。はい、なので今は韓国ボールですね、ヘッドボールがあった状況です。さあ、ここもメスコースを消していくニュージーランド、うまく打ち返しましたが、しかしラインを割ってしまいました。ニュージーランドはラインを使ったディフェンスというのが上手ですので、第2球は韓国が第2球に追い込まれる状況というのが多く見られますよね。うまくボールをキャッチしました、ヒドロックスリー。ここまで4戦で72得点を挙げていますレスリーです。ニュージーランドの追いかけたです。回り込むようにして自らコースを作ります。そして味方の選手が相手にタックルに行って、さあ流れるようなチラサバキ、うまくコントロールをしています。そして今時間を見ながら 57.7 秒という残り時間で盗塁です。その前にマイヤー選手がですね、しっかりと、ゴール前に入り込んでですね、ゴールできるスペースっていうのを作っていたので、そこもですね、キャメロン選手を見ながら、外側に車椅子を持ってきてゴール決めていきました。12秒、ディフェンスがノードリブルですね、選手の10秒以内にドリブルをしないといけないんですが、そこはパスもなくドリブルもできなかったということで、ディフェンスがノードリブルで作られて、はい、ターンオーバーになってしまいました。ドリブルすることもなく入ってしまいました。さあ、ここは囲んでいます。残りこの第1ピリオド35秒ほど、ショットクロックは30秒。ドリブルを入れてカメロン・レスリー、ここは時間を使っていきます。そうですね、もう残り時間が、少なくなっているので、距離にゴールをして突き攻撃をされるのではなく、最後のゴールを、ニュージーランドが決めて、その後の少ない残り時間をディフェンスするという作戦を取っていますね。このボールキープのところで各国チームにペナルティーがありました。韓国チームこの時間で中国はキム選手イリガルドーファンのペナルティーをおかしなんですけれども、まあ、できるだけこの時間帯のペナルティーというのは避けたいですね。ニュージーランドはこの4対3という状況で、もう時間ギリギリまでファウルのところの準備をショットブロックがリセットになってしまうので、はい、もうあと5秒ギリギリでゴールをすればいいという状況になってしまうので、まあ、韓国としてはしっかりこうノーファウルでこのピリオド終わりたかったですよね。さあ、残りこの大ピリオド 1.9 秒、ロングパスを送っていく。さあ、しかし残り1秒を切っていった。大ピリオド終了です。16対8、ニュージーランドリードで第1ピリオドを終了しています。このピリオドのラスト